GTBR 仙台ステーション、ついに開局しました。こんにちは、ポッドキャスターの庄司誠です。仙台ステーション仙台ナウでは、仙台を中心に東北各地の情報、話題などをお伝えしていきたいと思います。ポッドキャスターには私をはじめ地元出身の方々が登場しますが、今回はこの方が一緒です。はじめまして、伊佐です。これから仙台の魅力を楽しくお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくです。はい、で、リサちゃんは一体どんな感じでやっていきたいのかな。まもなく世界恐慌で世の中がぐっちゃぐちゃになると言われてますが、明るく楽しく混迷する21世紀をなぜか仙台からお伝えできたらいいなって思います。はい、何言ってるか分かりませんがね、今日はその昔、仙台から世界視野で世の中を見ていたという今カルト的な人気の伊達政宗さんに会いに行きましょう。伊達政宗、見てください、かっこいいですね、リサちゃん。今ではね、あのゲーム、戦国バサラなんかでも若い女性にすごい人気があります。リサちゃんも戦国バサラよくやってる？知らない。あ、知らない。まあね、こんな子ですよ。はい、で、その伊達政宗から見えるのがこの仙台市。綺麗だよね。自分らが住んでる町をね、上から見下ろす、なかなかない光景ですよ。見てください、この時期ですと紅葉なんかもね。そしてここが定禅寺通りです。毎年クリスマスシーズンには、こちらの欅並木がライトアップされるんですね。他にもこの辺りでは市内の各地でジャズ演奏が行われるジャズフェスティバル、あとはつい先日行われたゴスペルフェスティバルなどイベントごとがすごいたくさんある場所なんですよ。今回は、クリスマスシーズンに向けてそのゴスペルフェスティバルから1曲お送りして、お別れいたしましょう。それでは皆さん、メリークリスマス、そして良いお年を。